それでは今度はプレス関係者の皆様からの質疑応答の時間とさせていただきましょう。係の者がマイクをお持ちいたしますので、ご質問のある方挙手をお願いいたします。そして係の者マイクを持っていきましたら、申し訳ありませんが媒体名とお名前をおっしゃっていただけますでしょうか。それではお願いします。西原氏の山内と申します。新キャストの5人の方に伺いたいんですけれども、その今回の役に受かられた、そのオーディションに受かった、役ができると決まられた瞬間の気持ちと、あと今の時点でそれぞれの役をどんなところをポイントにどんな表現をしていきたいなと思ってらっしゃるか。で、岸さんと清水さんにはレ・ミゼラブルをこれまでも出演されているということで、その出演された経験が、今回の役にどんなふうに生かしていきたいかということも加えてお答えいただければと思います。よろしくお願いします。で、違う話です。사실개인적으로생각할때는일본어언어가그노래로표현하기는참힘들었어요。그러니까제가트레이닝이안돼있어서오디션당시에는좀많이힘들어했었는데이제합격통보를받고나서정말너무나하고싶었던롤이기때문에정말제가할수있을까제자신한테계속용기를잘하자용기를줬었습니다。なので日本語で歌を歌う、非常に歌詞を伝えたりするトレーニングをまだまだしたことがありませんでしたので、とてもオーディションでは苦労してたんですね。なのでオーディション合格したという知らせを受けた時に、わあ僕にはできるだろうか、できるだろうか、本当に不安に思った気分になりました。ですけれども勇気を出してやれるやれる、来年やろうと自分自身に言い聞かせて、オーディションの合格の通知を受けておりました。두번째질문으로는제가생각하는장발장은장발장의절대자죠。절대자를만나기전과만나고후의스토리라고생각을합니다。그래서모든장발장의행동들이왜그랬는지가이해될수있는그런캐릭터를만들고싶습니다。今現在、伝えたいそのキャラクターの部分について2つ目の質問なんですけれども、ジャンバルジャンという役は絶対的な存在と会う前と会った後、非常に明確な違いがあると思うんですね。でその違いを皆さんにぜひ感じていただけるようなジャンバルジャンという役作りをしていきたいと思います。はい、ありがとうございました。新キャストの皆さんということですから、今度はじゃあ岸さんいきましょうか。ジャンバル役、はい、オーディション、そうですね、2011年、13年と受けまして、やっと今回、ジャベールで、決めていただいたというか、抜擢していただいたので、そういう意味では、本当にやっと、なんていうかな、その難関というか、突破した気持ちで、もちろん嬉しかったですし。それと同時にこう少しこう、いや、なんていうのかな、ほっとしたというか、そういう気持ちです。それからまあ、アンサンブルで2003年から始めてアンジョラスをやらせていただいて、2007年に卒業をして、それから7年間経っていますので、まあもちろんそのレ・ミゼラブルでやった役としてだけでなく、それ以外にたくさん作品に関わらせていただいた、そういう経験も含めて今やっとジャベールというところにたどり着いたんだなという思いがありますので、それをやっぱり大事にするということ、それからアンサンブルで初めてレ・ミゼラブルの舞台を立った時の気持ちをやっぱり忘れないようにということ、それから、まあ、ちょっと裏話になりますけども、村井邦夫さんがうちの事務所に来ましてですね、僕の後輩になったわけですけれども、真っ先にお祝いの言葉をいただきまして、そこで笑わないでください。とにかく謙虚にやれと、言っていただきまして、ですのでそういう意味では本当に真摯に取り組む、チャレンジする、新しい演出はもうもちろん初めてですので、皆さんに、いろいろ教えていただきながら、チャレンジするという気持ちで取り組みたいと思います。
マリウス海光さんに行きましょうか。はい、初めて、聞いた時の気持ちなんですけれども、もう本当に何度もチャレンジして本当に出たかった作品で、そしてやりたかった役なので、もう嬉しすぎて、四ツ谷の方も行ったり来たり無駄にしてました。本当に嬉しすぎて、この気持ちどうしようと思って、本当は行かなきゃいけない方向じゃない電車に間違えて乗っちゃったりとかして、行き過ぎたとか言っても本当に舞い上がっていました。で、役作りなんですけれども、これまで僕も何度も見させていただいて、役に対するいろんな、思いとかはあるんですけれども、そういう先入観を一切なくして、真っ青な気持ちで一からキャラクターを作り上げていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。今度はコゼットの清水彩香さん、お願いします。私は18歳の時に初めてこのリミゼラブルのカンパニーに参加させていただきまして、それからずっとこのレミゼラブルの舞台で、帝国劇場の舞台でソロを歌うプリンシパルになるということはずっと夢だったので、合格の知らせを聞いた時はもう本当に信じられなくて、マネージャーさんにも何回本当ですかと確認してしまったぐらい、本当にもう涙も出ましたし、それと同時に不安な気持ちもすごくありまして、でも私は2013年の時にこのカンパニーには参加させていただいてたので、皆様のお力を借りれば大丈夫かなと思って、このコゼットという役に真摯に向き合って頑張っていこうという気持ちでいっぱいです。役に聞かせる、すいません、ちょっと緊張してまして、すいません2013年にアンサンブルとして参加させていただいた経験はすごく活かせると思っています。やっぱりこの新演出というものを体で感じていますので、それを生かして、コゼットにも、反映できたらなと思っています。ありがとうございます。最後に神山雄二さん、お願いします。アンジョルラス役。はい、そうですね、僕今28歳なんですけど、8年前ぐらいにロンドンの方に、レ・ミゼラブル見に行って、で一番前の席って安いんですよね、3000円とか日本円で3000円とか、それぐらいで結構見れて、でその時一番前の人すっごいなと思って、すっごい感動した覚えがあって、 でもミュージカルの世界はもう僕はもうおこがましい、そんな敷居が高いだろうなってすごく思っていたので、今回こういった役をやらせて、これが本当に夢のように思っております。うちの母がレ・ミゼラブルすごいハマっていてで電話して、あ、ご役したよっていうことを、報告しました。ですごく嬉しい気持ちです。で、アンジョラスの役は本当にそのラマルク、自分のお家がですね、死んで、亡くなってですね、殺されてしまって、そこからそのショックから、それをまたそれをまた剣道力に変えていくっていう、そういったカリスマ性を持った役だと思ってますので、本当にそこから竜巻のような剣道力を見せられたらなというふうに思っております。はい、精一杯頑張ります。よろしくお願いします。新キャストの皆さん、ありがとうございました。なんとね、この作品の重みというのを感じますが、新キャストの皆さんにも思いっきり演じていただきたいと思います。さあ、時間の都合です。最後の質問とさせていただきます。係の者がマイクを持ってきます。挙手お願いします。はい、ピアノの平野と申します。この中にも何役か演じた、過去に演じていらっしゃる方がいらっしゃると思うんですけれども、それもまたレミゼラブルらしいと思うんですけれども、原田さん、猪島さん、健太郎さん、知念さん、福井さんと吉原さん、別の役を演じたことによって何かレミゼラブルに対する解釈、見方が変わったということがあればご指摘いただきたいのと、現在の役に対する愛情をぜひ語ってください。順番でお願いします。原田さん。ありがとうございます。
ラブローシュを最初にやらせていただいたのは、94年、本当20年、今が20年前なんですけども、その時はこのミュージカルっていうものをあまり知らなかった時だったので、このレ・ミゼラブルに会った時に本当にすごい、こんな歌、全編歌で綴られたこんなに迫力のある、ものが人間って作れるんだなっていうことを、感じて、あ、将来ミュージカルやりたいっていう思いのまま終わってしまったガブロシュだったんですけども、それからアンジュルダスでレ・ミゼラブル、もう一回挑戦させていただいて、でマリウス役に変わって、その年代年代でやっぱり共感するところっていうのはこの作品いっぱいあると思うんですよね。で、まあ、アンジュルダスを演じてる最中も、まあ、1年空いて2年空いてからもう一回やらせていただくっていう時に、その1年で経験したことっていうのがすごく役に対して活かせる、と思ったし、あと、噛み締めるところっていうか、噛めば噛むほど味が出てくるレ・ミゼラブルにおいてすごく人生経験で見方が変わるなっていうことをすごく感じています。愛情、マリウスに対しての愛情、そうですね、まあ似ているなって思うところが多々あるのは突っ走ってしまうところでしょうかまあそれがなんか似ていて、そこはすごく共感できるので、あ、頑張れ若者っていうふうに思いますそこはやっぱり若者に対しての愛情でしょうかこの辺で勘弁してくださいはい、次僕が喋っております。僕は、2007年の時グルメールって役でオリジナル演出に一番初で旗を振ってたんですけども、その旗を振ってた時から次はマリウスに移りまして、まず僕の場合は大きく景色がその旗を振ってたので、対決の一番後ろからみんなを見てたので、それが列に加わったことでまず景色が大きく変わりました。そしてアンジョルラスになってまずマリウスをやらせていただいてたので、マリウスから見たアンジョルラスっていうイメージもありましたし、そしてそれを参考にしながら最初はアンジョルラスを作っていったんですけども、アンジョルラスをやりながらちょうど定期公演で地方に行く前あたりにもう一回考え直した時に、今度アンジョルラスが見たマリウスだったりとか、そういう役を通して の見方で自分の持ってたイメージを足しながら役作りに、生かしていった経験があります。はい、私かなはい、失礼します。ごめんなさい、私は、乙女の頃にコゼットを、そしてちょっと傷ついてその場合本人をさせていただいて、で母親になって今判定をさせてもらっていますが、この作品が本当に長く愛される理由って、きっとお客様も乙女だったり傷ついたり母親になられたり、いろんなことを経験しながら、そのいろんな立場の役になって作品を捉えることができるのが長く愛される理由なのかななんて思ったりしています。今はこんなことを言うとあんまり良くないかもしれませんが、私はファンテーヌが一番好きでして、愚かな自分と重ね合わせたりしながら、まあ、でも本当に子を持つというのはすごく大きなことなので、それを原動力にして愛を貫いて生きていくという姿は尊敬していますし、またやらせてもらうことで自分自身の人生もたくさんいつもヒントをいただいているなと思います。まさか来ると思ってなかったので何も用意してないですけど、僕が一番最初に、参加をしたのは2003年ですね、モンパルナスという、役、強盗団の一味、隣にいるはじめさんの手下として、一生懸命働いておりました。高いところに登り、こうやって手を届伸ばしたの照明が上に届くくらいの昔の名の前の演出では、そういう役を演じていたんですけれども、で、時を経て、2011年、8年たって、2003年で、初めてレ・ミゼラブルを経験して、真っ先に惚れ込んでしまったジャベールという役、それを、認めることができ、本当に、夢のような、期間を過ごさせていただきました。そして、
これもまた裏話なんですけど、2013年僕はジャベールとしてオーディションを受けました。そして、僕の、テナルディエという、見えない何でしょう、その見えて僕が自身が見えていなかったものを引き出してくれたのが、向こうのクリエイティブチームの、方による、推薦でした。君のテナルディエはぜひ聞いてみたいということで、オーディションを受けて、全く僕のノーマークだったので、僕にとってのテナルディエはもう駒田一さんだったんです。だからはい後で何か怒ってくださいだからもうはじめさんと同じ役って思って、 どうやって作ってられて、どうしても僕はね、もう稽古中にやってってもどうやってもはじめさんになっちゃうんですよ。僕だから大好きだったんでだからどうしようと思いながら、まあそれで、稽古中も結局3人いますけど、三者三様のダメ出しは最初なかったんですよ。だから一つのダメ出しでみんなが3人でこう聞くようになって、それで月日を経て稽古を重ねていくうち個別のダメ出しになっていったんです。あ、やっとなんかちょっと違うものが、はじめさんとは違うものが自分の中で出せるようになったのかなと思って、そこから、自分にしかないテナルディエをこう作っていこうと、思いまして、やっと、また今回もね参加をできたので、また新たに、役をこう作っていって、挑みたいと思います。2011年のジャベールも、そうですね、吉原光雄がよく言うんですよ、健太郎さんジャベやんないですか、なんでやんないですかってよく言うんですけど、まあそれはそれの、まあ、やる時が来たらまたな、ね、いつかやる時が来るんだろうと思いますので、今はテナルディエとして精一杯生きていきたいと思いますので、よろしくお願いします。長々とすいませんでした。じゃあ、どうもありがとうございます。福井さんと吉原さん、はい、前回、初めてテムズラブルの世界に触れて、2役、やらせていただいたんですよ。切り替えをするのがすごく大変で、やってる時はまだその一つの役をやったらこのもう一つの役に反映できるかというと、そこまでまだいけてなかったと思います。もしその成果が出るとしたら、来年の年末で何かしら答えが出るのではないかなと思っています。ただやっぱりバンジャーとジャベットというのは同じ闇を持った人間で、全く異質の人間ではないと思います。何か引っかかるところがあるので、お互い意識し合って、そして運命のように出会っていくんではないかなと感じています。そんなところを次の演じ破れて意識しながら演じれたらいいなと思っています。はい、バキちゃんとは以上ですかそうですね、僕自身はもう全然普通の人間なんですけど、やっぱり司教に出会ってからのおばあちゃんっていうのは本当に何て言いますか、もう僕の憧れというか、もう温かい愛でコゼットを守り抜く、そんな大きな愛にあふれた人物だと思います。そんなおばあちゃんをもう一度演じられることを本当に幸せに思っています。またよろしくお願いいたします。バルジャンとジャベールお二役演じさせていただいて、今は福井さんも言ったんですけど、演じ分けてるつもりは実はあまりないんです。なので同じ人間、まあ、人間なんてほとんど同じだと思いますので、同じ人間で天気と捉えられなかったり、何か人との出会いを自分の陽の方にパワーの方に持っていけなかったかも、その陰に下がっていってしまったかだけの差だけだと思いますので、いい影響を及ぼしていると僕の中ではいつも思ってます。だからジャベール役でバルジャンを見ていると自分を見つめているような気がして、バルジャンでジャベールを見ていると自分また自分を見つめているような気がして、なのでなんかすごく不思議な気持ちになります。愛はあります自分を見ているような気がするんです。業の強いジャベールという自分もいますし、
無償の愛を持っている自分も、自分で言ってもすごい恥ずかしいですけど無償の愛を持っている自分もいる、この2つの自分がいるので、その2つがあるっていうことはすごくなんか天秤にいつもバランスを取ってもらっているような感じがして、この2役をやらせてもらうことはきついんですけど、でも僕にとっては愛情をいただいてますし、それによって愛情を2つの役に誠実に演じるということが返すことだと思ってますので、愛はありますということで、はい、ありがとうございました。はい、ということで、新キャストの皆さん、そして、まあ、複数の、ね、役も演じた経験がある皆さん、これが、ミゼラブルなんだなという質疑応答でした。ここで質疑応答を終了させていただきます。プリンシパルの皆さんもどうもありがとうございました。プリンシパルの皆さん、次のスタンバイがありますので一旦ご登壇くださいと拍手でお願いします。